食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は4人分で500円以下という節約レシピというテーマでお送りしていきます。さあ、そして食はですね、この後木曜日6時台、花よりガッツの田村ゆりアナウンサーです。ガッツです、お願いします。はい、ということでどうぞお楽しみに。今日は田村さんにこちらを食べてもらいます。豆腐と豆苗のカレーチャンプルということで、なんかちょっとこうあれですね、沖縄料理のテイストもあり。そうですね、はい、ね、で子供もみんな好きな味という、あの家族皆さんで食べれる味ですよね、はい、でしっかりこれね見て、お肉もたくさん入ってボリュームあるんですが、これがお手頃価格で作れるんですね。今日のこの材料費、なんと4人分で443円となってまして、でもしっかり量もありますもんね。ボリュームもたっぷりですので、ね、はい、ぜひ皆さんもね、我が家の定番に加えてみてください。とっても財布に優しいです。さあ、そして今週も素敵なプレゼントが当たります。ラクマキュー RCC のアプリイラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと、抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週はセラオフェソカフェ、あ、オフェソカフェベーカリーごめんなさい、私のせいだ。そうなんですよ、田村さんのせいなんですよ。すいません、ごめんなさい、圧が強すぎましたすごく動いてるなと思って、おへそカフェ&ベーカリーのパンセットを5人の方にプレゼントします。ミシュランの星付きレストランにも卸されている本格パン5種類です。参加するだけで OK ですので、ぜひ挑戦してみてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、これお豆腐の方なんですけど、今日の木綿ね、はい、木綿豆腐使いますね。1丁ですね。はい、そうです。でこれ切っていきますね。はい、400g、 はい、3センチ角ぐらいにしたいので、うん、こう切って、であとこっち横にして、ね、これぐらいでいいかと思います。はい、3センチ角ぐらい、12等分にしましたね。これぐらいですね、うん、はい、でこれなんですけども、ここへと塩水作っていきます。今から、はい、水 500ml の中に大さじ1ほどの塩を入れて、はい、で塩水作っていきます。うん、豆腐の水切りなんですね。そうなんですよ。うん、でこの塩水の中に豆腐を入れますね。ちょうど塩分濃度が海水ぐらいの辛さかな。そうですね、ちょうどそれぐらいの。大さじ1入ってますもんね。そうです、うん、結構辛いです、うん、でこれで、今日ポイントにもなるんですけども、20分か30分ぐらいつけておきます。そうするとあの水抜きができるんですよね、はい、それとあの豆腐自体にあの塩味が少しつきますので、あの美味しくもなりますので、ぜひやってみてください。この塩味がちょうどいい感じでつくんですよね。豆腐がとっても美味しいレシピです、はい、そしてこの豆腐なんですけども、これ2、30分つけたらば、あのこういう風にキッチンペーパーの上に乗せて、あの炒めていきますので、しっかり水気を取っておいてください。はい、上からもこういう風にしてね、はい、はい、水気しっかり取ってくださいね。はい、じゃあ次にね、今日豆苗を使います。はい、じゃあ豆苗切っていきますね、うん、よいしょ。もう節約の味方ですね、豆苗。いいですよね、田村さん、今日豆苗イメージた服で確かに似てますね、新鮮な感じで気を使っていただきありがとうございます。はい、じゃあこれをまずここ根のね、落としていきます。でこれ捨てないで、はい、水でつけておけばもう1回ぐらいいけますのでね、はい、取っておいてください。もう2回いける人って思いますもんね。ですよね、うん、それぐらいいけると思います。でこれちょっと長いので食べやすい大きさに切っていきますね。3等分ぐらいでいいかな、これぐらいでいいかと。3、4センチぐらいですかね。ですね、これぐらいでいいかと思います。でここへ返しておきますね。価格も安定してますしね。いいですよね。で栄養価も高いのでね。栄養価でもね、うん、ありますあります、うんうん、なのでいいと思います。はい、じゃあこれで豆苗を切れたので、次なんですけども、はい、今日ねあの豚こま用意しました。あの切り落としとかね、もう一番安いお肉でいいと思います、はい、でこれはあのもし大きければ食べやすい大きさに切っておいてくださいね、はい、今日も一口サイズですね、はい、でも 200g 結構たっぷりですね。そうなんですよ、うん、はい、でさあお豆腐ですね、この中に薄力粉が入ってます。でこの中にお豆腐を入れていきます、はい、ね、しっかり水分取ったお豆腐です。でこの中に入れていきます。よいしょ、はい、すみません、はい、もらいましょう。で入れたらばこれ粉をつけていきたいんですけども、まあ、お豆腐ですのでちょっと空気膨らまして、あんまりわさわさせずにね、そーっとそーっとやってください。優しくゴロ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 、そうすると全体がつくと思います。でこうしておくとね、あの結構お豆腐が香ばしくなるのと、あとあの
水分しっかり閉じ込めておきますので、ね、あれ焦げ目がついて美味しくなりますので、そのための薄力粉なんですね。でこれは、ね、焼く直前に粉をつけてください。焼く直前、はい、そうしないとずっと落ちてもこう粘ってきますのでね、うん、これは焼く直前に必ず焼く直前に粉をつけて、ですぐにフライパンの方に行きます、はい、粉つけたらすぐ焼いていきます、はい、フライパンの方はごま油が入っています。でこの中にお豆腐を並べていきますね。よいしょ。でまずお豆腐を並べて、お豆腐 の全体にコロコロと転がす感じで焼き目をつけていきますね。ちょっと豆腐ステーキみたいですね。そうですね、はい、こんな風に並べていきます。はい、これで全部入りましたね。でじゃこうやって、それで全体的に焼き目をつけると、今日はこれもポイントになります、はい、で豆腐こういう風に焼き固めておくとね、崩れ炒めた時にちょっとこう崩れるのも防げるのでね、うん、いいかと思います、ね、こんな風に焦げ目をね全体につけていってください。豆腐はやっぱりこれ今日は木綿豆腐がいいですか？そうですね、もう、うん、ちょっと絹こし柔らかすぎますので、うん、炒めたりするのでここは木綿の方がね、扱いはいいと思います。はい、こんな感じですね。はい、こうやって焼いている間に焼き色がついて美味しそうですね、はい、調味料の方合わせていきますね、はい、今日合わせ調味料で、ね、失敗なしですね。これ入っているのはオイスターソースが入っています。大さじ2です、はい、でこの中にですね、これはお酒ですね、大さじ2分の1、はい、そしてこれがみりんですね、こちらも大さじ2分の1、はい、でこれが鶏ガラスープですね、はい、入れておきますね。顆粒タイプの鶏ガラスープ小さじ1弱 2g です、はい、醤油ですね、醤油が入ります。醤油、そしてこれが砂糖ですね、砂糖、でこれがカレー粉です、はい、カレー粉入れております。全部小さじ1、今日はカレーチャンプルということでカレー粉ですね、はい、でこれをカレー粉と鶏ガラスープ溶かすようにね、よく混ぜておいてください。うん、このやっぱカレー粉がね、やっぱり食欲そそりますよね。そうですそうです、うん、もう香りも炒めた時の香りもいいですしね。で今日のポイントですね、カレー粉やっぱり入れると風味がアップしますのでね、ぜひ使ってみてください、はい、でこうして合わせ調味料で味が決まれば失敗もないですもんね。そうですね、うん、さあちょっとお豆腐の方を見てみますね。はい、はい、いいですね、もうこうね焦げ目つけましたよね。これ全体の目をね焼くと余計崩れにくくなりますのでね、適当にこういう風に入れて、はい、ちょっと手前の方を開けましょう。あ、豆腐を寄せました、はい、でここへですね、うん、豚肉入れていきますね。はい、じゃあここに、あ、ごま油ちょっと足しますね。あ、ちょっと油足して、はい、うん、ちょっと足します。はい、はい、ごま油大さじ2分の1足しました。豚肉の方を入れていきます。はい、はい、ます。で豚肉の方を入れたらば、ここへも下味直接入れていきますね。これはお酒です、大さじ1のお酒、はい、そしてこれお醤油ですね。醤油小さじ2分の1、これも豚肉にかける感じですね。そうですね、でこうやって豚肉を炒めていきます、うん、で時々このお豆腐の方をねこう気を使いながら、はい、これを混ぜて炒めていきます ね。ここまでどうですか田村さん、難しいことないでしょ。簡単ですね、簡単です。すごいいい香りしてます。そしてでも本当食べたらびっくりするぐらい美味しいですよ。あ、そうなんですね、うん、絶対好きな味ですね。しかも安いっていう、安いですね、あれですよね、田村さん結構この川添さんに教えてもらったレシピちゃんとやってるそうですね。ちゃんとやってます、うん、本当にやってるんで、多分いつか料理上手になると思うこのままいけばすごい期待してます。ありがとうございます、はい、でも出が真面目だから言われた通りに作るんですよね。そうそうです、そうです、言われたらできるんですよ私。そうそう、やればできます、やればできる子なんです。川添さんいつも褒めてくれるんですやればできる子って。今日もぜひやってみてください、はい、そんなに難しくないので ね、 そうですね。豚肉色変わってきましたので、ここでお豆腐と一緒にね炒め合わせますね。はい、ね、お豆腐でもこの大きさがいいですね。大きさがいいですね。崩れてもいいんでしょうけどね。崩れたとこもね美味しいのでね、あんまり気になさらなくてもいいです。さあ豆腐と合わさったら、ここへ豆苗を入れていきますね、はい、で豆苗がしんなりするまで炒めます。今日ね、今日お財布に優しいということで豆苗だけなんですけども、はい、うん、ここにお野菜ね、もうちょっと足されてもいいと思います。そうですね、
あの今日の味付けだったらいろんな野菜合いそうですよね。冷蔵庫のお掃除もないと思います、ね、田村さんだったらどんな野菜入れますか。うわ悩ましいな。待って、これ私センスないこと言いそうだな。白菜。白菜、はい、あないわ。やばない。玉ねぎ。玉ねぎ。玉ねぎ。よかったよかったよかった、はい、白菜はないですよね。白菜はそうね、豆苗が入っているので、もう葉っぱより今の人参とか、ね、そうですね、色味ですよね。色味ですよね、その方がいいと思います。ね、もういいようになってきましたよね。緑の方が濃くなってきます、はい、じゃあここへね、先ほどの合わせ調味料入れていきますね。はい、ここもジャッと入れてくださいね。ね、最初合わせ調味料ちょっと量少ないのかなと思いましたけど、ちょうどいいですね。そうですね、うん、これぐらいいいと思います。そうなんですね、食べるとちょうどいい。絡めてください。あ、おいしい。いい香りがしてます、ね、カレーの香りがいいですね、うん、ここにお豆腐少しぐらい崩れてもね、味が染みておいしいので ね、 そうですね、あまり気になさらないでいいと思います、はい、さあ全体に調味料が絡んだところへ最後ね、これ溶き卵2個分あります。これをざっと混ぜ上げていきますね、はいはい、溶き卵2個分が入って、で卵が固まるまでですね。でこれはポイントになります。あの卵調味料の後に入れてください。そうすると、ね、色が、ね、残りますのでね、うん、一番最後に加えるんですね。はい、そうです。さあこれで卵が固まったので出来上がりです。さあ盛り付けていきましょう、はいはい、よいしょ。いやー、ほんといい匂いがしてる。よいしょ。よいしょ、これぐらいですかね。はい、出来上がりました。はい、よいしょ。美味しそうですね。こちらで豆腐と豆苗のカレーチャンプルー15分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。カレーのスパイシーな香りと栄養価の高い豆苗を使って食欲を刺激するボリュームたっぷりの節約レシピです。カレー粉はどんな食材でも相性抜群ですね。合わせる野菜は豆苗に限らず残り物野菜なら何でも OK です。冷蔵庫のお掃除の手助けにもなりますよ。お子さんでも食べやすいまろやかな味付けなので、ご飯におつまみにおすすめです。コスパのいい豚こまと豆苗を使った簡単おかず、ぜひ皆さんも作ってみてください。では田村さんどうぞ。すっごいいい香り、食欲そそります。いただきます。はい、どうぞ。絶対田村好みの味だと思いますよ。おいしすぎる、うん、カレーの風味が結構効いてますね。そうなんです。だからご飯が食べたくなります。ご飯にも合うんですね。いや本当に、で食べ応えも結構あるし、うん、このお豆腐の焦げ目がもう最高です。お豆腐自体が美味しいでしょ。美味しいです。やっぱりあの水切りの塩味が効いてるんですよね。そうですね、やっぱりの下味がね効いてますので美味しくなってくれると思います。ご飯食べてる、美味しい。あ、これガッツ米と合いますよ絶対。最高です。ガッツ米にぴったりのおかず、ぴったり、はい、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。さあ明日はですね、中華 ANA クラウンの小林さんにカニカマとキノコの卵とちあんかけを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。川添さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。